想像通り、市長はご多忙だ。代わりに話を聞こうか。エイドリアンから？ああ、これは市長に渡す武器に違いない。かわいそうに、よほど自分を認めてほしいのだろう。バルグルーフの機嫌が、マシな時に渡すとしよう。ありがとう。これは礼だ。少ないが受け取ってくれ。ドラッ、あんたに祝福あれだ。あんたの歩く先々で地面が揺れりゃいい。市長が山賊に賞金をかけたようだな。詳しいことはこの布告を見るといい。他に手伝えることがあったら言ってくれよな。行くわよ。何やってるの。戦いよ。相手の目をよく見ろ。おい、危ねえ。お互い打ち解けるために軽くどうだ。行ける口だといいのだが。自分にその資格があると思うのか。安心しろ。それを決めるのは俺じゃない。ホドラクと話すがいい。さあ、あいつの気分次第だろうな。やった！何をのんびり構えてるんだ。ネレバルよ、導きたまえ。兄弟のビルカスは俺より話し上手だ。その辺にいるだろう。仲間になれるかどうかはコドラクが決める。彼と話せ。それ以外に手はない。だが、その血の呼ぶ声が今も聞こえるんだな。今すぐに？ちょっと顔を見せてもらえるかな。悪くない。なかなか根性がありそうじゃないか。マスター、本当に彼を受け入れることを考えていないのか。私は誰の主人でもないのだ、ビルカスよ。この前見た時はジョルバスクロにベッドの空きがあったはずだ。心に炎を燃やすものならあそこで眠る資格があろう。すまない。だがおそらく今はその時ではない。そのよそ者の話さえ聞いたことがない。名のある者たちが我々を訪ねてくることもある。名声を求めて訪ねてくる者もいる。どちらでも同じことだ。要は心が大事なのだよ。それと武器だ。もちろん戦いは得意なんだろ、ひよっこ。良い心がけだ。それならここにいるビルカスが面倒を見てくれよ。ビルカスよ、彼を庭に連れて行って何ができるのか確かめてやれ。ああ。あの老人からお前の力を見るよう言われている。さあ、やろうじゃないか。俺に向かって攻撃してみろ。腕見てやる。心配するな。ちゃんと受け止めるから。ここに来るべきじゃなかったな。悪くない。次はもう少し手強いぞ。うまくやれそうだな。だが当分は使い走り役だぞ、ちんまい。やれと言われたことをやるんだ。これが俺の剣だ。エオルンドのところへ届けて研いでもらってこい。取り扱いには気をつけろよ。おそらくお前の命よりも価値があるからな。
どうしてここにいる？ということは新入りだな。その態度は役に立つぞ。つまらない商人か主張の踏み台になるにはな。この辺りでは自立した生き方が学べる。忘れるな、同胞団では誰の指図も受けることはない。まあ方法はわからないが、とにかく彼らは指揮を取っていた。イスグラモル以来指導者がいないのだ。コドラクは導き手で全体の相談役のようだ。だが男も女も頼りきれず自立している。自分は同胞団じゃないが、彼らは炉の正しい使い方を知らないんだ。手を貸せて光栄だよ。エオルンド・グレイメーンだ。スカイフォージを動かしている。スカイリムとタムリエルで最高の鋼だ。待ってくれ、行く前に頼みたいことがある。アイラの盾を作っている。悲しむ妻の元に戻らなくてはならない。これをアイラの元に届けてくれると嬉しいんだが。いいやつだな。一緒に狩りがしたいなら足が速くてもっと目ざとくなくちゃ。ああ、よかった。これを待ってたのよ。あら、見たことある顔だわ。さてはあのじいさん、あなたが関心を持ったと思っているのね。こいつを知ってるだろう。ビルカスと鍛錬をやっていたやつさ。ええ、派手にぶちのめしたって聞いたわよ。ビルカスの前ではそんなこと口にするな。本気で戦ったらビルカスを倒せると思う？ああ、行動で示すのね。ほら、一休みする場所をファルカスに見せてもらいましょう。小さくて素早く使えるのがいい。ファルカス、そうか、その言葉が好きみたいだね。読んだか？こっちはハンマー。当たり前でしょ、おバカさんね。ちょっとこの新人に他の若造たちの寝場所を見せてやって。入って出て進顔か。ああ、お前は覚えてるぞ。さあついてこいよ。スコールとアイラにはよくからかわれるが、いい連中だよ。彼らは常に最善を尽くすよう求めてくる。進顔は歓迎だよ。たまに退屈するからな。ずっといてくれることを願うよ。辛い人生になるかもしれないからな。部屋はここだ。疲れてるんならベッドで休んでくれ。ヒルマがいつも部屋を掃除してくれる。よし、あんたはここの一員だ。他の連中もあんたに会いたがってる。仕事が欲しければ俺かアイラに会いに来るといい。名前を売ればスコールやビルカスからも仕事が回ってくるかもしれない。頑張れよ。東方団はあんたを歓迎する。ところで、もし手持ち無沙汰なんだったら、まさにここホワイトラン要塞で問題が起きている。なんとかしないとな。卑しい山賊どもだ。あの腰抜けたちに刺したる労はいらないだろう。そう言ってくれると思っていた。なすべきことを実行しろ。ところで、もし手持ち無沙汰なんだったら、顔をしかめて、やる身ばかりの挨拶をした。
カが死ぬことになるとは誰も気づかず。Thank you.
運が。もうやめてくれ、コウさん。バールグルフ市長の執政をやっている。見事だ、随分役立ってくれたな。ほら、報酬だ。ドラゴンズリーチを満喫するといい。スコールに言わせると、俺にはイスグラモルの力があり、兄弟にはイスグラモルの知性があるんだとさ。賢く思われないこともある。そんな時は拳をお見舞いしてやるかな。だがあんたは気に入った。今夜の狩りの準備はしてあるのか。ある手紙によると、ホワイトラン要塞で屈強な奴が必要だって話だ。どうして争ってるかは知らないが、こちらには関係のないことだ。あんたにはあの青二歳を脅し、言うことを聞かせてもらいたい。ただそれだけだ。死んだがどうかなんて聞きたくない。わかったか。なら始めろ。兄弟のビルカスは俺より話し上手だ。その辺にいるだろう。